そういうこと？え？うひょー！マジで？いかすぇ！テンション上がったん。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、いきますか。破壊や DX の座標を捉えた。いつでも転送可能だ。だが、もう中に入っていってしまう。突入すれば、そう簡単には戻ってこられなくなる。マジか、結構時間かかる感じ。それでも出発するんだな。まあ行くしかないよね。いざ宇宙へ。破壊ヤー DX 奪還作戦。マザーに奪われた破壊ヤー DX が地球に向けて発射されてしまった。止めるためには直接乗り込んでコントロールパネルを操作しなくてはならない。破壊ヤー DX に突入し、人類の希望を取り戻そう。人類の希望、破壊ヤー DX を取り戻そう。よし、挑戦します。あードキドキやね。お、消えた。もう中行った？破壊ヤー DX。お、来た。これ内部？かな？なんか何あれ、穴が開いとるわけじゃないよね。なんだこれ。何？穴開いとったら息できるよね、宇宙空間。破壊ヤー DX 内部の空間がねじ曲げられている。空間がねじ曲げられている、そういうこと？これ、どういうことかよくわからんけど。マゼラの仕業ってことだよね。でしょうね。まあ、どうやら敵のいいように改造されているようだな。まあ、敵の手に渡ったら、私たちが必死の思いで完成させた破壊や DX を、こっちに有利なようにはならんやろうね。絶対に許せない。この先は、でここに完全にエイリアンどものテリトリーというわけか。あ、ワンサカおる敵。なんとしても、コントロールパネルまでたどり着くぞ。結構でっかい。おそんでマゼラのやつにミサイルをお見舞いしてやるぜ。おし。え、これ直しさえすれば効くの？ミッションスタート。コントロールパネルは一番奥にあるんだよね。最新部、なるほど。おそらくエイリアンの大軍が待ち構えているだろうな。いい大軍。上等だぜ。一匹残らずぶちのめしてやら。俺たちに喧嘩を売ったこと後悔させてやらないとな。泣いて謝っても許してやんねえっしょ。しゃあ一丁かましてやんぜ。不良漫画の殴り込みみたい。燃えてきた。え、なに頭のコップやけど。ほらほらほら、待ってんよ。待ってんよ。あ、てか落ちんかったね。あ、落ちんない。落ちない。やったー。落ちる。あ、なに？え、エイジ出た。あ、頭持った。ね、持ったよ、頭。これどうしたらいいんやろ。でも、持てるってことは何か意味があるってことなんよね、きっと。あ、持ってしまったから何もできない。何もできないけど。どうしたらいいの？これ。ねえねえ、これどうしたらいいの？なんかデカめの丸が。ひえーで、デカめの丸が。目的地は結構遠い。バッテンバッテン。え、結構遠い。ちょっと待って。あ、ここか。え、こっちは別に行かんでもいいんかな。それともなんか二通りというか、道があるとかそういう。こっちやろ？よし、これや。あそこにあるマシンも無重力なら使えそうね。どういうこと？どういうこと？どういうこと？何もできないんですけど。何？どうすればいいの？おーりゃ！は。なんかなったよ。何これ。うわー！あ、すごい！見て、浮いた。ねえ！え？吸い込まれてった。どういう仕組み？あの、上まで行ったら、なんかワープするようになっとるけど、普通に歩きよったんじゃ、上には頭がつかんってことかな。お、ん？なんか頭だけある。そういうパターンもあるの？やった！持ってこ。やっ！おっと。体つきもおった、ちゃんと。でも一応ああやってあるってことは、必ずこれが必要な場所があるってことよね。やってください。イエーイ！変身オッケー。違う。イエーイじゃなくて。変身！イエーイじゃなくて。よし。とりあえず、ウィー。ウィー。
おら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 、そりゃ気をつけてから行きます。そうよし。そして、おっと、びっくり。なに、ジャンプしても効くの、マジで。やめてよ。メモリアルジャンプ。なに、みんななんか指定の位置に戻ったんやけど、どういうこと。ダイナミックネコエンド。あれ、今あれもしかして拾えんかった。拾えない。守ってみせる。変身がもももも、モモンガーレディ。いっぱいないよ。おらおらおら。よし、キャミオッケー。グランジョーとネコスカドライブ。で、悪を終わりかな。おら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 。ちょっと待って、早く早く。頭いくよ。おら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 。一応真下にやった方がなんかそのまんまいける。止める。いくよ。待って待って、出てきた途端にやん。ダイナミックネコインド。おし、いくよ。おら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 。やったね、大経験、大経験値ボール。おら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 。おし、やややや、楽しい、これ。よき。あ、ここにもあるよ。メモリアルジャンプあるんだ。どこにあるんだ。ちょっと待って。あれ。マップが見えんか。こっちやね。ちょ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 。あれ、もうあれ、何、ボスのマークじゃない。おら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 。ちょっと待って。どうダイナミックネコエンド。あ、今の私は乗せなかった。グランゾーとネコスカドライブ。ネコス…あー待って、ボスの手前で変身溶けしてたんだけど。やった、なんかいっぱいある。あれ、これもうなんか必要ないんじゃない。おーりゃ。なんかちょっと下げよね。ここにもあるけど、あれ必要なのこれ。ん、なさげ。必要なさげ。誰かいる。うん、なんか立っとる。待っていたぞ、お前たち。何、誰。それってさ、文字に起こす必要ある。予想通り、身の程もわきまえず乗り込んできたか、猿どもめ。あ、あれや、マゼラの右腕みたいね。俺たちは猿じゃないぞ。そんな猿に寄せんでいいけん、わざわざ。猿っぽくなっちゃってるよ、ジンペイくん。よね、確実に。悪いけど、そこを通してもらうよ。うんうん、そうはいかない。僕のコントロールパネルに用があるんだ。いいってもう。え、なんかダースベイダー的な感じってこと。せっかくお前たちと再戦するために、ダースベイダーで会ってる名前、地獄から蘇ったのだからな。何、蘇った。忘れたとは言わさんぞ。ピラミッド、あれや、あの誰やった、ドーベルや。ピラミッドでのあの熱き戦いを。え、お前、え、どういうこと。ドーベルか。スタン、機械になっちゃったの。そういうこと。え、うひ、マジで。いかすテンション上がった。喜んでる場合。無駄話はそのくらいにしておけ。そろそろ奴らを血祭りにあげるぞ。どうやったんやろう。記憶とかはなんか作られてる。まずは俺だけでやらせてもらう。よくわからんねえけど。出だしは無用だ。復讐の念に取り憑かれたか。あ、まあでもそっか、もともとがみんな勝手にしろ。怨霊だのなんだのっていう世界。いや、こいつらは違うんか、エイリアンか。感謝する。いまいちその辺がよくわかってないんやけど。この瞬間をどれほど待ち望んだことか。大学園の世界には怨霊とかが存在するわけやけん。へ、普通に死んだドーベルの怨霊を捕まえて機械に入れればいいって感じかな。何度だって返り討ちにしてやるぜ。本人なんかな、ちゃんと。前のようにはいかないよ。でもさ、我々の歩みは誰にも止めることなどできない。無事に乗ってない、機械化して。来い。大丈夫。我が鋼鉄手たちよ。あ、来た、戦闘。でも戦闘に入ったってことはやっつけれるってことか。いや、でも時間経過で終わる可能性も。行くよ。泣きにしもあらず。待って、発信してるやつに。さあ、楽しい宴の始まりだ。笑ってるし。何、戦い以外何も見えてねえって感じだな。あいつとも言うね。ここで終わらせてやるっしょ。通常かな。ちょっとやめてや。そんなあれ、なんか今動けんかった。もう変身が溶けている。
ぐ陣兵になりまーす。陣兵に乗って、いやいや、近い挑戦が近い。変身できる。何？めっちゃ吹っ飛ばされたんですけど、え、今は攻撃範囲出た？変身！見えてなかったよ。あ、またろう。復活した。ありがとう、誰か。おらクラン城とネコスカドライブ。これは、あ、やっぱりクラン城から来るタイプですね。ういー、はい、あ、クーカちゃん行ってくれた。ダイナミックネコエンド。今範囲出たね。今のがあれか。めっちゃ広範囲でやつ。モリアルジャンプ。ね、そんなさ、はい、狙い撃ちするのやめてくれる？今の何？なんか出た？ほらめっちゃ素早いんですけど、手応えないな。素早いんですけど、そんなスピードで振り返らんね。チャンス、あ、でもやられてなかった。あれか、回復してくれたんかな。なんか今すごい攻撃を出しそうなすごい攻撃を出しそうな感じがしとったけど、私のリアゲンかったね。あ、なんか共演マズラ様からもらったチャンスを封印しよって。もったいない。え、結構普通にやっつけてしまった。身の程知らずどもが。え、マジで次連戦ですか。ならばこのレベルが貴様らに引導を渡してやろう。やれるもんならやってみろ。あまり俺たちを舐めるなよ。普通に体力減っていきよるね。いい感じのスピードで。ふわもうちょっと近づかんかったらいかんかった。メモリアルジャンプ。え、なに広範囲3つ広範囲3つはちょっと。ほらあっという間に振り返ってくる。やめて。はいよ。後ろにも目ありそう。あとちょっと、あと一発ぐらいでいけるんじゃない？じゃあ私が目を刺したい。やったね。本当は技で目を刺したかったけど。技でんかった。びっくりした。何？めった打ちにしてくれよ。ちょっと待って。なんか何最終形態みたいなのあったんやけど。変身早くない？もうちょっと何かしらさ。なんか大きいヌメヌメになった。あれが奴の本性か。気をつけて。ちょっと何かしら、ね、セリフ的なものがあるんじゃないの？ないんすか？あ、電話になったよ。真の力を見せよう。うわ、しかもこの攻撃は健在なのをやめてよ。沈めーはぁーとこのおいしそうだ。あ、拾えんやん、マジで。もったいない。やー強い野郎に思うなよいや沈め。こんな最新の場所で。待って、私今陣平の方見よったんやけど、やばくない？どうだ確実。あ、待って、消される危ない。はい、2人が2人で決まり。変身沈め。待ち、させましょう。あ、そりゃ受けた。来て。受けた、取ってた。いっちゃうよ。変身します。変身いきます。てか、ひらめで変身。変身。ももももも、ももんがレディ。ももだ。しかし素早くこっちを向く。そしたら、ちょっと待って、くる、危ない。メモリアルジャンプ。簡単にみんなやられる。ほら。さすがにこいつはダイナミックよ。沈め。待って、こっちも攻撃中やったけんさ、やめてますよ。そりゃエルゼ頑張って。いや、一瞬で入る。そういうもんか、そんなもんか、攻撃。どうだ、はい、いやいや、いろんな攻撃が飛び返しすぎて何がなんだかわからんくなってきたぞ。真の力を見せよう。じゃない、そりゃ。いやいや、沈めー。かこんなさんてないな。いやいや、これはせるかい。とりあえず、回復。お、大丈夫か。そりゃ、やどうだ。正面来るか、これ。もし、正面とかじゃなかった。周り、とやった。誰やってくれた。あ、落雷劇。
ことはゾディアックか。これで終わりだ。バカな。君はないけど。こんなところで。戦闘に参加してないけど、ね、こんなに拾えるのいっぱいあるのすごいなんか悲しいんやけど。うわめっちゃ拾いたい。絶対いいやんこれ誰のやつ。なんとか倒したけど。誰のか思った以上に消耗しちまったな。誰のやろ。敵の幹部を片付けたのは大きいな。ってことはあれやん。クーカちゃんやん。クーカちゃん。武器の強化をするチャンスが。あ、よかった。3連戦で終わり。よっしゃー！結構長かった。犬仮面と巨大ナメクジを倒したぜ巨大ナメクジ、あれナメクジなんか。なるほど。全然わからんかった。確かにやね。え、もうあれやん。ナスラの右手で倒してやん。はい。エンマ大理事長からだ。どうかしたんですか？エンマ大理事長なんやね。エンマ大理事長じゃないんやね。その先、マゼラの気配が大きくなっている。地球に戻り、一度体勢を立て直せ。あ、マジで、もう戻れるん。よかった。思ったより早く戻れる。そいつはありがてえ。てか最後まで戻れんぐらいの感じかと思ったよ。正直、自利品だったからな。でも、戻ると言ってもどうやって？確かに、何、飛ばした時の念が、離れとっても突入してからもお前たちの座標は常に追跡していた。お、向こうからやってくれるってことか。突入時と同じ要領で回収してやれる。回収、え、物みたいな。帰んの？マゼラは？いやーちょっと一旦ね、戻った方がいいやろう。破壊や DX が地球に向かっているのなら。見て、コントロールパネルは。一刻も早く止めるべきだ。とりあえず。お前たちの心配ももっともだ。安心しろ。一回一回ピピピピ。俺とヌラリで結界を張った。しばらくの間だが、破壊や DX をその場に留めておけるはずだ。何それ、送り込まれる必要なかったんじゃない？すごい。そんなこともできるんですね。一応ね、ダースベイダーじゃない、ドーベルベイダーと、あのナメクジ。であれば、やっけ急ぎ地球に戻り、準備を整えて再突入するぞ。オッケー。また戻ってくるのね、ここに。じゃ、サクッと帰るか。エンマ大理事長、お願いします。お願いします。了解した。再突入の準備ができたら、もう一度学園長室まで来い。俺たちも、転送の準備を整えて待っているからな。え、もうこの次は、マゼラ？ああ、わかったぜ！ぽくない？この奥なんかマゼラの雰囲気が、みたいなのにおったし。お、戻ってきた！戻ってきた。やっぱり地球の重力は落ち着くね。ちょっと待って、またローになっとる。誰でもいいけども。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、もしかしたら、次が最終決戦かもしれん。もうめっちゃドキドキないけど、いける気がしない。頑張ろう。